バルゴ、ちょっといいか。キーボー、それにリーファか。何か面白いネタでも掴んだのか。定位置から動かず攻撃もしてこない邪神級モンスターがいるのは知ってるか。ああ、そいつか。詳しい情報は俺っちもまだ集めてる途中なんだ。今分かってる情報だけでも言ってほしいんだけど、まだちゃんと裏が取れてないから売る気はないぞ。情報屋としての信用が下がるならごめんだからな。でもどうしても邪神を助けてあげたいんです。裏が取れてないなら私たちがその情報の真偽を確かめます。しょうがないな、この情報はタダでくれてやるよ。え、いいんですか。その代わりキーボーたちが攻略したらそのイベントの情報を売ってくれ。ああ、分かった。邪神の近くにあった石板は確認したか。太陽と月が奪われたからここに持ってこいってやつだろ。それだ。このイベントでは太陽と月両方を集めなければならないんだ。そしてこのスバルト・アールブヘイムのレアアイテムに太陽の石、月の石と呼ばれるものがあるんだ。それらの石がある場所は正確な位置までは分かってないが、どちらもここにある洞窟の中だよ。それだけ分かれば十分だ。ありがとうな。Man, ain't that fast. どういたしまして。念を押すようだが、攻略が終わったらこのイベントの情報を売ってくれよ。もちろんだよ。よし、早速石を探しに行こう。頑張ろう。 Time to go find these stones. ここに太陽の石と月の石があるんだよね。ああ、ここからは情報がないから注意して進むぞ。 Let's find it. It's gotta be down this way. Why did they spawn on top of me? Take thatYou're very tall. 他のやつより強そうだな。あ、見てお兄ちゃん、モンスターの後ろにオレンジ色の石があるよ。ああ。おそらくあれが太陽の石だな。そうだね。行くよお兄ちゃん。ああ。Whoa, where'd they all come from? And we're done. We win. これが太陽の石か。ほら、お兄ちゃんも見てみなよ。本当だな。近くで見るといかに綺麗かよくわかる。私もだよ。これは高く売れそうだな。イベントアイテムだから売れないのが残念だ。もう、お兄ちゃんってばまたそういう夢のないこと言って。え、お兄ちゃん、顔が近いよ。ごめん、気づかなかった。もうきっと年頃の女の子はこういうの気にするんだろうな。うかつだった。 Oh my god. Of course. 気兼ねなく接するのも問題だな。すぐに嫌われてないか心配だ。No, she's not upset. She wants it. お兄ちゃん、何ぼーっとしてるの？太陽の石、もう私のアイテムストレージに入れちゃったよ。ああ、サンキューな。それじゃあ、月の石を探すか。Okay. Well, let's go find out where the other one could be. Probably down this way.Would not be in there. Maybe it would be in there. Who knows? Out of the way. Out of the way. Out of the way. Oh, yeah. Why am I not just using this right quick? Ah.
That would be cool. Whoa, what the fuck? What just happened? Oh, I didn't know it'd be doing that. Hold on, I completely forgot to lock on for a moment. Dead boy! Yeah. We win! これで月の石もゲットだな。今度は青い石だ。太陽の石も綺麗だったけど、こっちもすごく素敵だな。そっか。お兄ちゃん、なんでそんな遠くにいるの？前回の失敗を生かして。前回の？ああ、太陽の石をゲットした時のこと？なあ、妹だからってあんまり気を使わないのも考えものだなと思ったんだよ。だからもう少し女の子として接した方がいいのかと思ってさ。そんなこと考えてたんだ。あ、すぐ。もっと近づかないとちゃんと石が見えないでしょ。だからってそんなに顔を寄せなくったって。お兄ちゃんとくっつくの嫌じゃないよ。え、さっきはいきなり至近距離にいたからびっくりしただけだもん。なんだ、よかった。でも嬉しいな、お兄ちゃんが女の子として接してくれようとしたなんて。結局どっちの方がいいんだ？どうしよっかな。そんなに迷うものなのか。というか、いつまでくっついてていいのか。じゃあどっちも。まったく、すぐは欲張りだな。ダメかな。できるかどうかはわからないけど、努力してみるよ。お兄ちゃん、ありがとう。あ、さて、月の石もゲットしたし、一旦町へ戻るか。準備を整えてから邪神がいる場所へ行こう。そうだね、できるだけ早く行ってあげよう。お兄ちゃん、早く苦しんでる邪神のところに行こう。 Sure. あ、そうだな。 It's only suffering because I made it suffer. この石板に太陽の石と月の石をはめれば何かが起こるはずだ。 What do you bet? I'm the moon, she's the sun. なんか緊張してきちゃった。Just gonna turn around and try to smack us. いい、自分でやる。それじゃあ石をはめるよ。えい。石板が光り出したな。これから何が起こる。 It's getting bright in here. あ、邪神も光ってるよ。本当だ、光がどんどん強く。消えた。お兄ちゃん、あれ。 What the shit? 邪神が女神に変わった。どういうこと。 Were you turned into a monster? 妖精たちよ、ありがとう。私はアース神族の女神レイル。私を邪神の呪いから救ってくれて感謝します。 Man, that was a secret quest. あのまま呪いが続けば、徐々に精神が蝕まれ本物の邪神になっていました。 Well, you're safe now, Miss Shadow over the Eyes, as cliche as it is. 太陽と月、その二つの光をあなた方が取り戻してくれたおかげで呪いから解き放たれたのです。本当にありがとう。いえ、呪いが解けてよかったです。お二人ともう少しお話をしたいところですが、私は主神オーディの妻フリックに仕え。 Bride of Odin. Hold on. これから彼女の住む宮殿に戻らなければなりません。I swear it was a different name. あなたは。Wait, you can't know me.
フリック様のご子息である今は亡きバルドル様と運一つではないですか。え、フリック様はバルドル様を失いひどく落ち込まれています。But I'm not... あなたを宮殿にお連れすればフリック様は大層お喜びになるでしょう。早速宮殿へ向かいましょう。ご案内いたします。え、俺だけなのか。ええ、きっとフリック様はあなたをお求めになるでしょう。ちょっと待ってよ、お兄ちゃん一人を連れて行く気？私はこの方をフリック様のもとへお連れしなければなりません。バルドル様に代わりフリック様を癒すことができるのはこの方だけですから。それはダメ。すぐ。Oh dear, this isn't gonna end well. I'm gonna go back and forth between the screen. お兄ちゃんは渡さない。お兄ちゃんはバルドルの代わりじゃない。私のお兄ちゃんなんだもん。すぐ。エイリは NPC だから、そんなこと言ってもわからないと思うぞ。それはそうだけど、お兄ちゃんを一人で行かせるなんてやっぱり嫌なの。そうですか。それでは仕方がありません。ああ。え？おそらくフリック様も無理に連れてきたのではお喜びになられないでしょう。諦めてくれるの？お二人からは深い愛を感じます。それを引き離すなんて私には到底できません。愛？しかし私はお二人に命を救っていただきました。そのご恩を返さなければなりません。フリック様の住まいペンサリル宮殿にいらしてください。存分におもてなしいたします。いずれこちらからお迎えに上がります。ああ、わかった。楽しみにしてるよ。こちらこそ、またお会いできることを楽しみにしております。消えたな。とりあえず邪神じゃなくてエイルさんは解放できたんだよね。ああ、まさかの展開だったけどな。しかし残念だったな。エイルについていったらレアアイテムがもらえたかもしれないのに。あ、でもすぐ置いていく流れになってたみたいだからな。俺一人がアイテム独り占めなんてしたら怒るか。そういう理由で引き止めたんじゃないもん。お兄ちゃんが一人でどこかに行っちゃうと思ったらすごく嫌だったの。Be quiet. You have no reason to bark. No. Be quiet. も納得してくれたみたいだし、行かなくてよかったな。No. それにしても、NPC のエイルがすぐの言葉を理解するなんて驚いたな。一生懸命伝えたから、気持ちが届いたのかな。そうかもしれないな。いや。ねえ、お兄ちゃん。勝手にどこか行っちゃダメだよ。ああ、どこにも行かないよ。ちゃんとすぐのそばにいるから。うん。これからも一緒に冒険しようね。ああ、よろしくな。お兄ちゃん。When did your quest end? エイルさんからメッセージが届いたよ。ああ。俺にも届いた。 NPC とはいえ女神からメッセージをもらうなんてなんだかすごいな。助けてもらったお礼をしたいので天才の宮殿に来てください。だって行こうお兄ちゃん。わあ。お待ちしておりました。 Didn't know it was an underwater palace。エイルさん、我が主。 At least that's what it looks like。 フリックの宮殿にお越しいただきありがとうございます。私、ありがとうございます。すごく豪華な宮殿だな。なんか目がチカチカするよ。本当、こんな建物がスバルト・アールブヘイムにあったんだね。あ、食事も美味しそうだよ。この料理はお二人のために作ったのです。存分にお召し上がりください。わーい、何食べようかな。全部美味しそうなんだよね。
ああ、珍しい料理もたくさんあるしな。よし、全種類制覇するか。オッケー。はあ、美味しかった。もう食べられないや。ここぞとばかりに食べたもんな。お二人とも楽しんでいらっしゃいますか。はい、今日はありがとうございます。お二人へのご恩を考えればこれでも足りないくらいですが、喜んでいただけたなら幸いです。やっぱり来てよかったな。エイルさんもいい人だし。 What? This is all some ruse. 前はあんなに渋ってたのにな。あれはお兄ちゃん一人を連れて行こうとしたからで。そろそろ踊り子たちの舞が始まります。お二人も一緒にいかがですか。え、踊り。お兄ちゃんダンス苦手だもんね。でもせっかくだから一緒に踊ろうよ。 I don't dance. I dance with swords, not with ballet. 実はあなたにお礼ってお願いがございます。 You're not gonna ask me to dance with you. 何ですか。フリック様が一目あなたにお会いしたいと申しております。Well, Weaver comes with. フリック様は今日の日を心待ちにしておられました。ぜひこの機会にフリック様にお会いし、そして一曲踊って差し上げてください。You know, that's close enough to what I was thinking. お兄ちゃん、ちょっとこっち来て。すぐ、いきなり俺の手を引いてどこに行くんだ。やっと止まったか。ここでいっか。いきなり宮殿を飛び出してどうしたんだ。お兄ちゃんが誰かと踊るのが嫌だったんだな。え？ねえお兄ちゃん、さっきの続きしよ。続き？ダンスだよダンス。ねえ、ちょっとだけでいいから。こんな素敵な夜空の下で踊るなんてもう一生ないかもしれないよ。 All we gotta do is spin. わかった、付き合うよ。やった、ありがとう。って言っても空中で踊るのか。地上より難易度が高いような気がするんだが。大丈夫、お兄ちゃん随意飛行だってすぐできるようになったんだからさ。まあそうだけど、飛行とダンスは違うんじゃないか。それじゃあ空中で踊るコツを教えてあげようか。コツがあるんなら知りたいな。ズバリ楽しむことだよ。うん、ちょっとお兄ちゃん、なんで呆れたような顔するの。全然参考にならないなと思って、もっと具体的な技法があるのかと。ホバリングしながら横移動するの。なんだ、ちゃんとあるじゃないか。こうか。わっ、こっちに突っ込んでこないでよ。ごめん、思いのほか制御が効かなくて。難しく考えるからだよ。私が補助してあげる。行くよ。Oh, wow. 大丈夫だよ。バランスく。Sorry, I had to respond to a message right quick. Link this nice. ゆっくり横に。こんな感じか。You know, it's very embarrassing and awkward for the guy to be getting taught how to dance by the girl. そうそう。なんだ、お兄ちゃん上手いじゃない。At least that's how it would be for me. 飛行の練習だと思うとうまくいくような気がするな。少しずつだけど、コツもつかめてきたぞ。意外と楽しいもんだな。うん、予想してたのとは違うけど、楽しいならいっか。あ、流れ星。お兄ちゃん、早くお願いしなくちゃ。ああ。すぐは何をお願い事したんだ。教えない。
お兄ちゃんは何お願いしたの？すぐがずっと仲良くしてくれますように。え、何それ。せっかくこうしてまた一緒に VR 世界を旅するようになったんだ。これからもずっとこうして隣で笑っててほしいなって思ってさ。そんなの当たり前だよ。私がお兄ちゃんを嫌いになるはずないじゃない。すぐだからお兄ちゃんの願い事は叶ったも同然なんだからね。そっか。さて俺の願い事は教えたんだ。今度こそすぐのを教えてもらうからな。あ、見て見てお兄ちゃん、東の方が明るくなってきたよ。あ、おいすぐはぐらかしたな。早くしないと置いてっちゃうよ。私の願い事、そんなの決まってるよ。大好きなお兄ちゃんとずっと一緒にいられますように。